こんにちは、ナミカズです。本日も動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、久しぶりのヘアチェンジ動画ということで、最近髪をね伸ばしていたんですけれども、ちょっとねマンネリ化してきて、何かちょっと変化を加えたいなと思って、またねくるくるにパーマをかけていきたいと思います。今日のねイメージはティモシー・シャラメ、キングルーの常田さん、そういった方々のね割と、カーリーな、感じにかけていきたいと思いますので、パーマの、構成だったりとか、パーマの強さの、参考になるような、そんな動画を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速シャンプーをして、ビフォーの状態から、パーマをくるくるにかけていっちゃうと思います。それではやってまいりましょう。レディゴー。横浜流星常田だって滝とティモシーシャラ常だったアープレッセ横浜流星トータルテンボスの藤田 20th century human ワンチャントータルテンボス。さあ本日は実況解説パーマ動画やってまいりたいと思います。今日はこのロッド 12mm のロッドですね。間違えました、13mm のロッドでランダムスパイラルパーマくるくるな感じでかけていきたいと思います。まずはシャンプーをしてもらいます。パーマの前は基本的にシャンプーをしていきます。さあここでフッとお遊びを挟んでいきます。そして目を開いたまま、こんなお客様がいたらめちゃくちゃ怖い。さあ始めていきましょう。ビフォーはこのような感じですね。前回かけたのはもう2ヶ月半前ぐらいに、短かった時にかけたパーマが緩く残ってるんですが、この状態からしっかりとかけていきます。やっぱり梅雨時期っていうのはね、髪型をちょっと変化を加えて楽しめるような髪型にしていきたいと思います。いや梅雨はね苦手ですね。今日はいつもアシストしてくれている葵ちゃんに前頭を巻いてもらいます。今日のイメージはですね、横浜流星さんのねビレッジっていう映画のあんな感じでイメージしています。またはティモシー・シャラメさんとかね常田さんとかその辺の感じですね。はい、もうどんどん巻き上がっていきます。やや爪気味に巻いたランダムスパイラルパーマ、水巻きで、結構トップがねベリーショートから伸ばしてたのでやや短いんですが、このような巻き上がりですね。バックはね基本的にもう巻き下ろしといったシンプルな構成です。今日のこの動画はもうね5分ぐらいの短い動画で、まあ、並木和樹がどんな感じにねパーマヘアになるかっていうのを見ていただけたらと思います。あとはこのパーマにしたい人はぜひねこの動画を美容師さんに見せて、この構成を見せてもらえると、まあ、大体似た感じにはなるんじゃないかなと思いますね。はい、しっかり濡らして、今日はこのフィージェの70っていう薬をつけてかけていきます。少し温めます。かかりづらい人は空を当てたりもしますね。はい、もう中和します。フィージェ70っていう薬は結構しっかりとねリッチ感出るんですけど、質感が柔らかくかかるので最近結構使っている薬です。まあ、これはちょっと美容師さん目線にはなっちゃうんですが、さあ流します。最近よく履いているアディダスのサンバ、そして今日はトリートメントしてもらいます。これはユーラシアというねトリートメントをやってもらってます。パーマのあとはねトリートメントをすることでパーマの持ちであったりとかダメージをかなり軽減できるので、持ちが良くなりますね。おすすめです。さあ仕上がりました。いかがでしょうか。可愛いワンちゃんのような。今日使うスタイリング剤はカーリーポーション。仕上がりました。いつもより襟足をちょっと長く残した状態でパーマをかけてみたんですけれども、襟足がちょっとある感じもねいいかなと思っております。やっぱりパーマするとねめちゃくちゃ変わりますね。スマイル100円です。昔ね、マックでバイトした時あったんですよね。はい。仕上がりはこのような感じですね。
まあ、スタイリング剤はカーリーポーションかルークのジェルワックスかムースとか、そのあたりがおすすめですね。結構それぞれ質感がちょっと変わってくるんでね、そのあたりも好きな質感で仕上げてもらえればと思います。それでは本日は、パーマのハードパーマをかける動画でございました。最後はピンクのねスイカバーを食べて終わりたいと思います。本日も動画のご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またねー。